いとこで詰めといてる。それ食べたらソファーにカバーかけてな。え、多分で。え、何それ。毛布かじってもみもみしてる。あの毛布のあの手触り感がさ、前のクリちゃんベッドの毛布毛布と同じやねんって。あそこだから揉んでんねんわ。前のベッドはどこやった？おじいちゃんの部屋。ほらほら、もみもみしてる。どうせもしかしてママにシナチクを食べろと。うん。後で。ああ、た。ええ匂いすんな。お兄ちゃんラーメン作らはった。ベロリン。いい、もう言わんといて、ワン言わんといて。誰か駐車違反しはったやろ。もうドアの音で反応した。ワン言うてうるさいよ。もう言わない。言わない言わない。ここ上がる？落ちたらいいな。何？何？何？なんでぐるぐるするの？なんでぐるぐるするの？いや、舐めないで、ママは舐めないで。はい、3周目。こう、うろつくのはシェパード特有やな。回遊する。何どうした？大丈夫？大丈夫？お兄ちゃんがおかしくなってる。出さんといてや。いや、やば。どうした？何が面白かった？どうした？暑かった。暑かったって。え、ここなんで汚れてんの？それ何こぼした？こぼしたんちゃう？今こぼしたん？今ほんまに暑そうだよ。そうやね、暑い。だからクーラーかかってんのに、猫は寒そうやし、あんたも寒いって言うし、でもこれ以上変えたら犬がものすごい暑そうやから。猫に服着せようか、うん、そしたらクーラー大丈夫やん。猫に服着せて、お兄ちゃんも服着たら大丈夫なんじゃない？っていうか、すごく戦って遊んではるんだけど。あ、抑え込んだ。お兄ちゃん抑え込んじゃった。足ばかれた。ほら、全然話に手痛いのこっちやねん。あ、逃げた。追いかけて、おお、猫パンチ入った。お兄ちゃんに怒られてる。いけない、いけない、いけない。もう壁や、もう壁や、もうマリアのことなんかすっかり忘れて。壁や。あそこすごくない？手がさ、5ミリもない幅にかかってるで。あれ、段差ドアの縁やね。すごいわ、さすが猫って感じ。もうさっきまでじゃれてたのは過去のことになってるわ。なあマリア、なあマリア、だからほんま自由じゃないな。もう終わり、もう終わりか、終わりか。マリアちゃん、
お耳大きいな。お耳大きいな。うん。お耳大きいな。お腹すいた？お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。え？え、今やんの？ちょっと早くない？朝何時よ？え？何時？11時に食べたら11時に食べなさいよ。あんた12時間空くとお腹がおかしくなる人やろ？なあ、マリア。まだまだあかんわ。まだまだあかんわ。今食べてみ？朝早朝に起こすやろ、あんた。お腹すいたわって。3時、4時に。あかんわ。いや、舐めないで。まあ、なんか言うたはんで。なんか言うたはんで。お兄ちゃんなんか言うたはんで。お兄ちゃんなんか言うたあるわ。お兄ちゃんなんか言うたあるわ。いや、舐めたいやー。え？お腹すいた。お腹すいたな。あかんねん。あかんねん。まーだ。なんかお兄ちゃん言うてはるわ。メンマ食べてほしいんかな。お兄ちゃんメンマ食べられへんで。うん。ひーな。お腹すいてひーな。あかん。まだ。残念。うん？大きな耳。あかんで、ワン言ったらあかんで。違う。違うから。やめて。違うから。お外に向かって耳立てんといて。レーダーみたいな。あかんよ。あかん。あかん。あ、せ、ママ、シカちゃん探してあげるわ。ちょっと待っておけな。